ブリアンナ・メートランド失踪事件とは2004年3月にアメリカ合衆国バーモント州で発生した失踪事件である。ブリアンナ・アレクサンドラ・メートランドがバーモント州モントゴメリーにあるブラックランタンインでの仕事を終えた後に行方がわからなくなった。翌日にメートランドの車が発見されたが職場から 1.6km ほど離れたところにある。 廃屋の側壁に後ろ向きに突っ込んでいる状態であった。諸事情からメートランドの失踪届が提出されたのは数日後のこととなった。メートランドの失踪からしばらくの間、州当局は寄せられた数多くの情報を捜査した。その中にはメートランドは知り合いの薬物の売人が住む家に遊兵されているという情報もあった。しかし、 どの情報もメートランドの発見につながることはなかった。2006年にニュージャージー州アトランティックシティのカジノでメートランドらしき人物を目撃したという報告により新たに事件に関心が集まった。しかし目撃されたというその女性の身元は判明しなかった。2012年当局はメートランド失踪と連続殺人犯イスラエルキーズとの関連性について捜査した。 キーズはバーモント州やニューヨーク州、太平洋岸北西部全域で数多くの強姦や殺人を犯した人物である。しかし最終的に連邦捜査局はキーズを被疑者から除外した。メートランドの事件は地元のメディアやデイトライン NBC ドキュメンタリーシリーズディサピアードで紹介された。2017年にはメートランド失踪の1ヶ月前に ニューハンプシャー州、ウッズビルで失踪した大学生のモーラマレーについて扱うドキュメンタリーシリーズでも取り上げられた。2019年現在、事件は未解決のままである。ブリアンナ・メートランドは1986年10月8日にバーモント州バーリントンで生まれた。父親はブルース、母親はケリーである。メートランドは 兄と共にアメリカとカナダの国境付近にある両親の農場で育った。幼少の頃には柔術の訓練を受けていた。学校はミシスコイバレーユニオンハイスクールに通っていたが、2年生の時にイーノスバーグホールズにあるイーノスバーグホールズハイスクールに転校した。2003年10月のメイトランドの17歳の誕生日、メイトランドは両親の農場を出て、 一人暮らしを始める決心をした。母親によると、家庭で深刻なストレスを受けていたわけではなかったという。それでも、メイトランドは独立して生活したいと考えており、24キロメートル離れたところに暮らしている、別の高校へ通う友人たちのもっと近くで暮らしたいとも思っていた。メイトランドは友人たちの通う高校に転校したが、生活は不安定で、 数名の友人の家を転々とした。2004年2月末までには高校を中退し、モントゴメリーから西に3 2トルにある、シェルドンに住む、幼馴染のジリアン・スタウトのところに行って、一緒に暮らした。高校を中退したため、高校卒業と同程度の扱いになる、ゼネラルエデュケーショナルデベロップメントプログラムに参加した。失踪する3週間前、 メートランドはパーティーで同性の友人から暴行を受けた。暴行の目的ははっきりしていない。メートランドの父親はメートランドがパーティーで異性とやりとりしていたのを嫉妬したためであるようだと考えている。パーティーに参加したメートランドの友人によればメートランドは暴行に抵抗しようとしなかったという。その後、メートランドはトラックの中に座っていた時に顔を数回殴られた。 暴行により鼻を骨折し、脳震盪になった。その後、メートランドは暴行した友人に対して、訴訟を起こした。メートランドの失踪から3週間後に告訴は、却下された。警察は暴行した友人は、メートランド失踪には関与していないと声明した。ブラックランタンイン。メートランドの職場であり、メートランドが最後に目撃された場所でもある。 2004年3月19日金曜日の午前中、メイトランドは GED の試験を受けた。試験を終えた後、母親と一緒に試験終了を祝して昼食をとった。当時、父親は仕事でニューヨーク州に行っていた。母親によると、この時のメイトランドは上機嫌で大学進学の計画について話していたという。昼食の後、メイトランドと 母親は買い物などをして午後を過ごした。母親によると、感情を済ませるためレジ前の行列に並んでいると何かがメートランドの注意を引いたらしく、メートランドはすぐに戻ってくると言い残して店を出た。母親は買い物を終えると駐車場でメートランドと会った。その時のメートランドは無気力になり動揺しているように見えた。メートランドは母親に、 この後にブラックランタンインでの仕事のシフトがあり、家に帰って準備しなければならないと言った。母親は詮索したくなかったから何が起きたか聞かず、午後3時30分から4時の間にメートランドをスタウトの家まで車で送った。母親が娘の姿を見たのはこれが最後だった。メートランドは仕事のシフトに出る際にスタウトに向けてメモ書きを残した。 内容は夜に仕事が終わった後に帰るというものだった。メートランドは1985年製のオールズモービルのセダンに乗ってブラックランタンインへ向かった。メートランドはシフトを終えると午後11時頃にブラックランタンインを出た。メートランドは同僚に翌日のセントオールバンズでの別の仕事に行く前に家に帰って休まなければならないと話した。目撃者たちは口をえて 仕事から帰る時に車の中にはメートランド本人しかいなかったと述べた。車の発見メートランドの車の発見場所2004年3月20日に発見されたメートランドの車オールドダッチバーンハウスの側壁を突き破っている。この写真は通りすがりの車の運転手が不審に思い撮影したオールドダッチバーンハウス2015年撮影2016年7月に 火事で全焼した。3月20日の昼過ぎ、バーモント州警察の警察官が、リッチフォードの修道188号線沿いにある、オ屋へ急行した。このハイオ屋は、ブラックランタンインから1 6トルほど離れた場所にあり、地元では、オールドダッチバーンハウスとして知られていた。メートランドの車が、オ屋の側壁に、後ろから突っ込んでいるのが発見された。 灰屋の壁材を車体の後部が突き破っていた。窓を覆っていた合板のかけらが車のトランクの上に落ちていた。メートランドの給与支払いこぎって2枚が車の前方の座席の上に置かれていた。当局は車の外で小銭や水筒、未使用のタバコを発見した。警察官は車は運転手が乗り捨てたものと推測し、車の牽引をする業者が 地元の車庫に持って行った。メートランドの失踪は数日もの間、報告されなかった。母親は5日後になって、初めてメートランドの車が廃屋で発見されたことを知った。スタウトは3月19日にメートランドが残したメモ書きを目にした。週末は家には戻らず、月曜日に帰宅すると、メモ書きがそのままの状態で置かれていた。メートランドは別の場所にいるのだろうと推測し、 翌日まで母親に連絡しなかった。3月23日火曜日、母親はメートランドの居場所を見つけるため、友人や雇い主などの様々な人々に電話をかけた。しかし、誰もメートランドと会っておらず、話してもいなかった。メートランドの居場所がわからなかったため、その日に失踪届を提出した。3月25日木曜日、メートランドの両親は、 セントオールバンズにあるバーモント州警察にメートランドの写真を渡した。警察官が両親にオールドダッチバーンハウスで発見された車の写真を見せた。両親はすぐに車が娘のものであると気づいた。母親はインタビューで車の写真を見た時に直感的に嫌悪感を覚えたと述べ、メートランドでない誰かが車をあのように置き去りにしたと考えていると語った。 メートランドの失踪が報告されると、数名の人物が当局の元を訪れて、メートランドが失踪した夜にオールドダッチバーンハウスで、メートランドの車を目撃したと報告した。公式の捜査のうちの最初の数ヶ月は、バーモント州警察が主導した。州警察は犯罪に巻き込まれたという説には、懐疑的で家出の可能性を考えていた。 警察は探知犬も使いつつオールドダッチバーン、ハウス周辺をしらみつぶしに調査した。しかし、何も見つからなかった。地元の車庫に数日間しまい込まれていたメートランドの車は2004年3月30日に証拠を集めるために州立犯罪研究所で調査が行われた。その後、車はメートランドの家族に返還された。父親によると、車の中には 娘の ATM のカード、メガネ、コンタクトレンズのケース、偏頭痛の処方薬がすべて残されていたという。その後、当局は、メートランドは犯罪に巻き込まれて失踪した可能性が高いという結論を下した。FBI が2007年に配布したチラシには、メートランドの車が廃屋に異常な状態で置き去りにされていたのは、事故を装うためだった可能性があると記されている。 メートランドの両親は、メートランドは、複数人の手によって誘拐されたと推測している。メートランドは、充実の訓練を受けていたため、一人でメートランドを制圧するのは困難だったはずだからである。この事件の1ヶ月前に、マサチューセッツ州出身の大学生モーラ・マレーが、ニューハンプシャー州北西部で失踪する事件が、発生した。マレー失踪事件は、 メートランド失踪事件の現場から 140km の距離で発生したが、当局はメートランド失踪事件とは無関係とみなしている。2004年、メートランドの家族は bringbrihome.org というウェブサイトを立ち上げた。メートランドの所在につながる情報に最大にワ万ドルの報酬を出すことを記していた。 このウェブサイトは少なくとも2009年まで存在していたが、現在は存在しない。バーリントンフリープレスの2017年3月の記事には報酬は依然として有効と記されていた。しかし、2017年6月、報酬は同年7月上旬に期限切れになると報じられた。メートランド失踪から1週間のうちにバーモント州警察は匿名の情報提供を受けた。 その内容は、メートランドは、モントゴメリーから16キロメートル離れたバーモント州、バークシャーの近くにある菓子屋の中で捉えられているというものだった。その菓子屋には、ニューヨーク出身の有名な薬物の売人の二人組、レーモン・エル・ライアンズとナサニエル・チャールズ・ジャクソンが住んでいた。2004年4月15日、警察は二人が住む菓子屋に踏み込んだ。薬物関係の様々な道具類や、 大量のコカインや大麻が発見されたが、メートランドがいた痕跡は発見されなかった。この時に、ライアンズは薬物乱用の容疑で逮捕された。当局は、メートランドの親友に尋問した際に、メートランドは最近ハードドラッグを使用した経験があり、ライアンズとジャクソンとは知り合いだったという情報を得ていた。2004年後半、警察は、匿名の人物から、 先生供述書を提供された。その先生供述書は署名されており、メートランドは失踪から約一週間後に殺害されたという旨が国名に記されていた。先生供述書を提供した人物は、メートランドがクラックを購入するために、ライアンズに貸した金をめぐって口論が起き、ライアンズがメートランドを殺害したと主張した。また、メートランドの遺体は、 最近収監された地元の女性の家の誓いに一時的に保管されていたとも主張した。遺体はテーブル層でバラバラにされ、養豚場で遺棄されたという。当局はこの主張を立証することができなかった。メートランドの家族は他にも匿名の電話がいくつかあったことを報告している。メートランドは森の中で木に縛り付けられているという情報や湖の底に 遺棄されているという情報があったが、立証されなかった。2006年、ニュージャージー州アトランティックシティにあるシーザースワールドのカジノの監視カメラにメイトランドと似た女性がポーカーのテーブルに座っているところが記録されていた。この女性の身元は正式には判明しなかった。2012年、当局はメイトランド失踪と連続殺人犯。 イスラエル・キーズとの関連性について捜査した。キーズはアラスカ州やオレゴン州、ワシントン州で数多くの豪姦や殺人を犯した人物である。バーモント州やニューヨーク州でも犯行を重ねており、ニューヨーク州コンスタブルで土地を所有していた。2012年12月下旬、FBI はキーズはメートランド失踪事件とは無関係であるという結論を下した。 キーズがアラスカ州アンカレッジで自殺してから間もなくのことだった。2016年3月、つまり事件から12年目、捜査官たちは地元のテレビ局でメートランドの車から DNA 資料を採取していたことを明らかにした。DNA 検査の結果は公にはされなかった。2016年7月、メートランドの車が発見された廃屋が火事で全焼した。 メイトランド失踪事件は、デートラインに NBC というテレビ番組で紹介されている。また、2011年12月に、インベスティゲーションディスカバリーのドキュメンタリーシリーズ、ディサピアードでも取り上げられた。20、20というテレビ番組でも言及された。2017年には、オキシジェンのドキュメンタリーシリーズザ・ディセピレンス・オブ・マウラ・マレーでも紹介された。ありがとうございます。